怪人、地頭である志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。ジン、志村から己のことは聞いておるぞ。堺人、こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。ジン。さあどうする、堺人。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。叔父上は。ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。仁、それでも武士か。父上は私をかばって、
息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。